DJ ソアライズ。アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ニーヤリインカーネーションやっていきたいと思います。今回なんですけど、ニーヤリインカーネーションとシノアリスコラボレーションガチャ、本日2022年11月11日11時より開催ということで、回していきたいかなと思ってます。まあ、僕が今回回すのは、まあ、サリューちゃん狙い、まあ、サリューちゃんは常にコンプしていこうっていう僕のニーヤスタイルなんで、リンカネはサリューちゃんをコンプしていくってことで、まあ、一応ノエルさんもスタメンというかメインアタッカーになってるので、マケハちゃんもいるので、まあ、ここはいいガチャかなと思いました。なので初日にニーヤリンカネとシノアリスのコラボガチャ回していきたいかなと思います。天井覚悟で回します。まあ、その前にまずはデイリーガチャを回していこうかな。1日1回のデイリーガチャ、ここでね、まずこのモチベを上げながら行きたいかなと思います。ママ頼みます。久々のリンカネの動画の投稿になるんですが、まあ引き続き推しキャラが来た時ガチャやっていこうかなと思ってます。昇格はないのかな、なしですね。 OK で、ちょっと回してなかったもう一個ガチャがあったので、なんだっけな、なんか無料ガチャがあった気がするんですよね。どれだ、これか。期間がこれも今日からのやつなのか。11月11日11時から、今日からですね。2022年12月12日10時59分まで。これ後でサリューちゃんゲットしてから回していきたいかなと思います。天井覚悟、天井は20回回しておき、なんで200連か、200連で天井。ちょっとね、ガチャチケットを持ってるのでこれちょっと混ぜていこうかなと思います。まずは10連目行ってみましょう。お、扉は普通の扉ですね。ママお願いしますよ。早期撤退できるのでしょうか。サリューちゃん厳しいね、カラス飛んでるけど金、金が紫に昇格してくれたら激アツなんですけど、さあ昇格なし。まあ、ブランニューコスチュームの時は演出入りますからね。サリューちゃん、まあ、ノエルちゃんも欲しいところ。サリューちゃんはマジ天井までは狙うので、キャラなし。はい、チケットで回せた紹介分10連、ここはまずあれですね、メダル10個獲得。それではじゃあ行きますか。これってさ、単発チケット10回いけんのかな。まあまあいいか、10で3000ジェム使っていきたいと思います。さあ頼むよ、サリューちゃん。ママお願いします。お目当てのものは何かしら。サリューちゃんのブランニューですね。お、紫1個来た、来た。早期撤退あるか。お、ハゲチョピン、金の昇格もワンチャン狙ってる。ハゲチャビン、さあここでブランニュー来るか。おーっと来なかった、キャラなし。フレンリーゼ、まあ、まずはこんなもんですね。しかもニューじゃないっていうね、銃も銃使わないんだよな。じゃあ行きましょう、30連目。30連目、紫来てほしいね。紫確定じゃないから怖いんですよね。さあ行きましょう。来た2個、くしゃ、カラス飛んでる。で金も2個、お、金しょっぱな。確定演出は変わらない、つえ。さあブランニュー来た、ブランニューじゃん。サリューちゃん来る、サリューちゃん来る。演出来たよ。あ、わかんない。ノエルだ。
でもノエルは熱い、ノエル熱い、ノエルは熱い。なんだかんだうちのメインアタッカー。ああ、キャラ出ない。サリューちゃん出なかった。まあまあノエルはちょっと欲しかった、正直。もしねサリューちゃん出ちゃったらノエルまではいかなかったので、まあ、ここはポジティブに考えましょう。お、ニューじゃんこれ。じゃあもう一回いきましょう。40連目、40連目いきますよ。さあ来い。まあまあ頼むよ。お目当てのものは何かしら。さあ来い。うわー渋い、これは渋い。金1個、ちょっと反動切るのかな。さっきあの2枚抜き出るんじゃないかって心の中でちょっと思ってたのがいけないか。まあ明葉姉さんもいるし被ることもあるから、まあ、基本ヤムガチャもあるから何が出るとは限らないですよね。そう、ピックアップが出るって限らないから。さあ50連目か。出ない紫。ちょっと待って、最初だけ調子よかったの。でもあれだよね、ノエルはゲットできてるからこれは天井になるか。新規なしですね。まあフィオはね新規は欲しいですけど。あ、ママ扉出ないね。さあさっきのね紫のピョンピョンって出るあの感動。おいしっこきた。よし金に行こう。近いよ。あっきた、プランニューだ。オッケー、サリューちゃんで。ここはねサリューちゃんで締めたいところであるんですが、まあブランニューだから。来た、来まし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 たよ。杖もゲット。水ですね、これで水が強くなった。いいんじゃないでしょうか。60連かな、60連だったんじゃないでしょうか。結果的には嬉しいね。60連でしたね。200連まで行かずに行けました。まあメダルの方はね200で天井で交換できるんですけど、まあ60連でなんとか抑えることができました。で一応あれですね、この一応今日から始まった未確定星4キャラ確定、これちょっと熱いんじゃないでしょうか。まあ、忘れないようにもう引いときます。一回引きます。いや未確定1個星4結構熱いですね。ここの感じだと欲しいのノエルかな個人的には。おいいね、ノエルか、うーんフィオ、ノエルかな個人的には欲しいのは。確定演出だもんねこれ、やばいね。確定未所持だもんね、かなり激アツ。これモチベ上がりますね。さあ誰、ああお化けか。まあ武器もらえるからまあいいか、フィオが使えると思います。はい、今回はあれですね、ニーヤリンカーネーションとシノアリスコラボガチャこちら回しました。回す方もねいると思うのでちょっとこちら今回回しました。まあ、コラボ系は再販ないかもしれないから、まあ、確実に取っておきたいっていうのがあったので、しかも今回サリューちゃんがノミネートされていたので迷わず回してみました。はい、まあ、一応キャラ見ていきたいと思うので、ここからはキャラ強化、まあ、とりあえずまずはサリューちゃんをあれですねレベルマックスにしたいところではあるんですけど、どこにいるんだろう。これだね、こちらですね。まずはレベルマックスにしましょう。多分もうこのガチャは回さないのと再販がない可能性があるので、アイテム使って
まあ、覚醒はできないんですけど、貫突はしときます。覚醒メダルはね集めたいんですけど、そうなるとね天井行くだけじゃ足りない。天井行ってもワンチャン1突しかできない可能性もあるので、覚醒って5個だっけ、5段階あるから、あレベルが足りないのか。で貫突にすると、まあこれ3突目で4突、まあ、これで貫突ですね。早速なんですが、サリュウちゃんブランニュー貫突してみました。お任せでレベル90ですね。いや、いいんじゃないでしょうか。コスチュームも結構可愛い感じで、水色にこう光ってるのがまたいいですね。水はいいですね。そう、覚醒メダルは持ってないからデプリ解放はしたいんですけどね。これに関しては、まあ、今後どうなんだろう、その覚醒石みたいなのが登場することを待つために、待つしかないかなと思ってます。ここもちょっと全部マックス使おうか。あ、素材が足りない。なんか薬品足りませんでした。よし、できましたと。サリュウちゃん今回ですね、こちらなんていうんだろう、クグク童話の魔女なのかな。ゲットしました。でボーナスですね。一応今のところサリュウちゃんは全てコンプしております。まあ、レベル自体は全部カンストしてるわけじゃないので、あのまだまだ伸びしろがあるんですが、今回は新しいやつは貫突はしました。まあ、覚醒メダルはしょうがないんですけど、まあ、引き続きニーヤリインカーネーション、サリュウちゃんガチャの時は、まあ、確実に回していくという感じですね。まあ、今回ノエルさんも強化できたので、まあ、大満足という結果になりました。まあ、引き続きサリュウちゃんメインにリンカネの方は楽しんでいきたいかなと思います。まあ、あと回すとしたら、サリュウちゃん以外のガチャで回すとしたら、もしかしたらこうファイナルファンタジー関係のコラボ系があれば狙いに行くかなと思います。はい。まあ、あとニーヤオートマタ、ニーヤオートマタもコラボも来たらそこも狙う可能性はあるかなと。まあ、基本的にキャラ愛はサリュウちゃんガチャで回していきたいと思います。でフレンドの方も募集してますので、よかったらあのフレンドリクエストいただければフォローバックさせていただきます。 DJ ソライズメロージャム TV YouTube ライブでも、おそらくメインストーリーは多分 YouTube ライブの方でやるために撮っとくので、気まぐれですがリンカネもライブ配信をたまにやると思います。その時遊びに来てくれたら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。